生です。本日は最強の黒板アーティスト鈴木ラナさん、綺麗に描きながら雑談していきます。お願いします。まあ、今回ちょっと動画作りたいんでいいですかってお願いしたら、もうどうぞご自由にっていう感じだったので、作品とかもね紹介しながらお話ししていきたいんですけど、今年の3月に卒業式ができない人たちが、まあ、全国にたくさんいたと思うんですけども、その時にこの黒板ジャックというんですかね、昨日の帰りまではなかったのに朝学校に行くと黒板を埋め尽くすイラストがドーンと描かれているっていう企画をされていて、そういう目立った活動があったので、3月なんかはニュース番組とかでも目にした方が多いんじゃないかなって思うんですけれども、他にもアーティストの MV ですとか CD ジャケットをスキマスイッチさんとかに提供したいっていうので目に触れているっていう方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけども、はい、最初鈴木ラナさんの巣ですね。こことここの大きさを一緒にします。そして結び1、2、3とだいたい真ん中で止まるといいですね。どこまで話したっけ。そんでこの人の武器はなんといってもね、圧倒的な画力です。もともと美大卒の方で、まあ、いろんな代表作ありますけど、個人的にはね、ナルトが好きだったんで、ボルトと企画を組んだ時の絵がね、めちゃくちゃかっこいいので、すごい印象的なんですけど、まあ、とにかく、何でも描けるんですよ。風景、食べ物とか、写実的なもの、写真をそのまんま黒板に落とし込むっていうような、繊細な、こともできるし、からかい上手の高木さんとかも確かやってらっしゃった気がするんですけど、原画をもとに黒板で完全に再現するスキルがめちゃくちゃ高いんですね。デッサン力とかそういう画力的なところの素地がしっかりあるので、完全にこうアートの分野に昇華させたのが鈴木さんのものすごい功績かなと思います。はい、鈴木さんのキーいきます。こうなるとここ繋がってないですよね。繋げるようにすると曲がると思うんで、これを意識するとかっこよくなります。で、ラナさんのはね、ただ上手いだけじゃなくって、なんかショーっぽく見せてるんですよね。例えば絵を描くとするじゃないですか。ラナさんは自分でバサッとこう消すんですよ。そんなに一瞬で消しちゃうっていうところで悲鳴が上がったりするらしいんですけど、そういうのも含めてその見せ方っていうのがショーっぽいなっていうところで面白いんですよね。まあ、黒板だけじゃなくてお店の壁とか窓とかそういうところの一角に昨日までなかったものが突然現れるとか、次の日には違う絵に変わってるみたいな、サプライズショーみたいな見せ方がすごい上手い方なんですね。だから次はどういう見せ方をされるんだろうっていうので、すごいワクワク感が止まらない感じですね。結構楽しみにしてます。はい、鈴木ラナさんのラです。さっきの木と一緒でつながる感じを意識して縦長長方形に収まるように描くとかっこいいと思います。で、昨年アートバトルジャパンっていう大会があったんですけど、そこでなんと優勝されまして、本当に画力がね素晴らしいっていうのと、まあ、見せ方がねかっこいいんですけど、でちょっとなっていう字めっちゃ嫌いなんですごい時間かかるかもしれません、すいません。まあ、最初は一方的に知ってたんですね。ツイッターを拝見して、その時まだ働いてたんですよ。教員やってたんですね。で、辛すぎて辞めたいなっていうのはあったんですけど、黒板でなんかやりたいっていうのはざっくりあるんだけど、どういう風にやっていこうかなっていうのを全然決められてなくって、成功してる人っているのかなとか、需要あるのかなみたいな不安がすごいあって、全然前向きに考えられない風になってたんですけど、まあ、ラナさんの活動ですごい勇気もらって、突然去年の8月かな、今自分がこういうことで悩んでてみたいな、ちょっと進路相談みたいなことをラナさんにしちゃって、別にやり取りがあってとかじゃなくて、いきなりすいませんみたいな感じで DM を送ったんですけど、すごい頑張ってくださいみたいな内容とかと、あと上野で私の作品一部見られますよっていうこととか教えてくださったりして、で実際に絵を見に行って、実物生で見てめっちゃ感動したんですね。だからラナさんがいなかったら黒板を使って何かをしようっていうその勇気が出なかったなって思うので、で本当に自分のやりたいことをされてる人っていう師匠みたいな感じで個人的には思ってるので、ありがたいなっていう感じ
ですね。なんか気持ち悪いですね。ちょっと何の話してるか分かんないですけど、はい、ナの解説いきます。ナはこのバツみたいなパーツは左上に収めます。このパーツはつながりを意識して結び目が真ん中よりちょっと左に来るとバランスいいかなと思います。はい、というわけで今日は鈴木蘭さんの名前書きました。過去の作品とかを主にツイッターに載せられてるので、概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひ気になった方はね、飛んでみてください。もしラナさん気が向きましたら、ノートにお名前美しく書く練習してみてください。はい、それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。